高松城月宮倉高松藩は、江戸時代前期には、佐抜国を領有し、江戸時代中期より、藩国の倒産地域を領有した藩。伊駒家の代は、佐抜一国を領していたが、松平家の代になり、藩国の倒産地域を領した。藩長は、高松城。四国平定後の天正15年、伊駒近政が、豊臣秀吉から佐抜一国。 12万6千二百国を与えられたことに始まる。近政の子、数政は、慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて東軍に加担したため、戦後に所領を安堵された。しかし、第四代藩主、高都市の大の官営17年に、老江騒動により改役され、では国や党藩に転放された。その後佐ぬき国は一時、隣国予国の三藩、 西条藩主、市柳直重、大須藩主、加藤康置、今治藩主、松平定房により分割統治された。寛永18年、生産地域に山崎家春が入り、丸亀藩が起こった。寛永19年、倒産地域に日立国下立派により、 五三屋の三戸徳川家初代藩主、徳川頼草の長男、松平頼重が十二万国で入宝し、倒産地域に高松藩が成立した。頼重は入宝にあたり、幕府より西国諸藩の同性を観察する役目を与えられたという。高松松平家は三戸徳川家の分家であるが、彦根藩家や、 ア津松平家と共に代々江戸城の始皇石が、ため詰めであり、将軍の政治顧問を務める高い価格を有していた。頼房は兄である、尾わり藩主、義直な州藩主、頼信に、先だって男子を設けたことをはばかって、長男の頼重ではなく三男の三国を、三戸藩主に立てた。しかし、三国は孔子を、頼重の子である綱枝に譲り、 自身の子である、雷常を高松藩主に据えた。松平氏は入法当初より高松城下に水道を引き、灌え用にため池を作るなど、水利の悪いさぬきの地を整備した。また、塩田開発を奨励した。藩財政は、江戸後期に至るまで、比較的安定していたが、幕末には、財政は逼迫した。松平氏、第五代藩主。 ライアス氏は、将軍、吉宗の薬や、農産物の国内生産の研究を奨励するとの、方針に沿う形で城下の栗林層に、薬草園を作らせた。ここには、藩内の優秀な学者を招聘したがその中には、平賀源内もいた。また、この薬園初代役房の医師である、池田玄太家に、佐藤の研究を指示したが、その研究は、 弟子の向山集計によって、実を結び、白刀の製造を可能にした。これにより塩、麺と並ぶさぬき三城の一つである、さぬきは三本刀の製造技術が確立し、現在も香川県の名産品の一つとなっている。旧代藩主、雷広氏は、久米の通券を登用し、境での浜辺に、日本最大級の塩田を開発した。江戸時代における、 高松藩での白砂糖と塩の生産量は全国一となっている。幕末は宗家である水戸藩が尊王に傾く中、ため爪という幕府も政治指導する立場にあり、しかも同じため缶爪という関係から井直弦の娘、渡る千代を藩主、雷宗の性質としたため苦しい立場に立たされた。結局、慶応四年のとば、伏見の戦いでは、 旧幕府方についたため、朝敵となった。高松藩の被護を受けていた、京都の交渉寺は、高松に死者を派遣し、責任者の処罰を行って、新政府に謝罪することを勧めた。そこで、過労二名を切腹させて、教順の姿勢を示すことになり、藩主、来宗も、清瀬がい寺にて謹慎、同様に前藩主、松平頼種も、江戸にて謹慎した。 一方、土佐藩を中心とする討伐軍は、丸亀藩、多土津藩を従えて、高松に向かっていたが、高松藩と遠赤である、徳島藩が強力に、消極的で、松山藩討伐にも、兵力を削く必要があった土佐藩や整備されていない、丸亀、多土津両藩では、攻略困難と見込まれたところに、高松藩が標順の見通しであることが判明し、 1>, 1月20日に高松城は無欠解除されると、直ちに道場に入って、接種を完了させた。交渉時などの取りなしによって2月には、藩主、来僧に上京、謝罪が命じられ、土佐藩も高松城を返還して撤退した。その結果、4月15日に新政府への軍資金12万両の、献上と引き換えに有名された。ところが、 この一連の動きに対する藩内の不満が高まり、明治2年9月に、尊王派の松崎渋衛門が暗殺され、来総以下の藩首脳はこの事件を、松崎が新政府への反逆の企てが発覚した、ことによる自殺として届け出た。だが、松崎と知である、木戸高吉らはこれを疑い、壇上台に再調査を命じる。その結果、藩内保守派による殺害と判明し、 藩主、来荘は明治4年7月に平門処分を命じられるなど、多くの藩主が処分された。その後間もなく、同年に、廃藩地権により、高松藩は、高松県となり、後、香川県となった。戸山17万3000国、近政和政政俊高俊審判、五連市12万国、よりしげらい常来豊来館より安来信来嫌い、 ただ白井博頼より田狙い総軍部12万3000国、及び当書部3200国、深いだし会、江戸城本丸五点と江戸幕府 P158 から167.387から389.397から398。ありがとうございます。